こんにちは、ドライブラジオのお時間でございます。この動画はラジオ感覚で聞いていただいたり、ドライブ気分を味わっていただくための動画となっております。今日は軽井沢に出かけた帰り道、高坂サービスエリアから都内に向かっての道のりでございます。途中もしかしたら早送りを交えるかもしれないんですが、早送りなし、ナレーションなしのバージョンの動画は概要欄に URL を載せておきますので、もしご覧になりたい方いらっしゃいましたら、そちらでご覧いただければと思います。なお今回は車内で音楽を流していたため、全編 BGM ありとさせていただいております。ガソリンスタンドが見えているんですが、軽油157円なんですね。高いですね。本当にびっくりしてしまいます。さあ、そしてですね、この私の格好すごいことになっているんですが、実はですね、軽井沢から高坂サービスエリアに、到着するまでですね、日焼け止めを塗るのをすっかり忘れておりまして、でちょっとわざわざ荷物からですね、日焼け止めを引っ張り出すのもと思いまして、こういったなんていうんですかね、サンシェードができる、パーカーがあったので、それを着て、顔と首をちょっとガードするためにフードもかぶり、サングラスはこれいつもドライブをする時のドライブレンズなんですけども、マスクもですね、 UV 加工がされているマスクをして、これきっとすれ違う方、一体この人何なんだろうみたいな、そのぐらいのちょっとかなり奇抜な格好をしているんですが、もうちょっと背に腹は変えられないということで、この格好で、東京まで帰ろうとしております。先ほどまで、車を止めていた高坂サービスエリアはですね、ドッグランがあるんですよ。まだうちのあんちゃんはちょっと使ったことがないというかですね、うちのあんちゃんドッグランでランしない問題があってですね、全然人の方ばっかり行ってしまって、ワンちゃんたちと一緒にこう戯れて遊ぶ、走るみたいなことをあんまりこうしてくれないので、ドッグラン自体にあまり行かない、タイプの我が家なんですが、高坂サービスエリアにはドッグランがあります。で、ここのサービスエリアは上り下り両方使えるんですよね。上りで入っても 下りのサービスエリアに入れる、下りから入っても上りに入れるというタイプの、サービスエリアなので、もしサービスエリアでこうワンちゃんを遊ばせたい、ちょっと休憩させたいといった場合は、高坂サービスエリアとてもおすすめです。やっぱりドッグランがあるので、すごくワンちゃん連れの方もすごく多いですね。ワンちゃん同士のこう交流もできて、とてもこう社会化活動ができそうな場所でしたので、もし、関越道ですかね、利用されることがある方はですね、ぜひ利用してみてください。さあ、このまま、高速をずっと走って、練馬の大泉インターチェンジまで行こうとしております。ここからはですね、もう高速なので特にこう目新しい景色とかそういったものもないので、このミニクーパーを、購入した経緯とかをちょっとお話ししていこうかなと思います。ミニを購入したのはちょうど1年くらい前ですね。2021年の9月に購入手続きをして、車が来たのがその3週間後の10月の下旬ぐらいに届きました。で、ミニを選んだ基準なんですけども、これ実はですね、一番の基準がですね、納車の速さというところがありました。
実は第一希望はあの鈴木のハスラーが希望だったんですよ。なんですけども1年前はですね、もうその時からすでにあの半導体不足も叫ばれていて、ハスラーの納車がですね、だいたい4ヶ月から6ヶ月ぐらいというふうに言われていました。で、私その上までですね、車を持っていなくてですね、車自体を購入するのが15年ぶりだったんですね。なので、4ヶ月から半年待つというのがちょっと考えられないと言いますか、半年後だとなんか気持ち変わっちゃってしまいるんじゃないかというふうに思うぐらい、ちょっと半年待つのはなという気持ちがすごくあってですね。で、そこからいろんなあの車のこうディーラーの方に問い合わせをして、とにかくこう納車いつですかというのを、聞いて回っていました。で、その中で、ミニがですね、メールでのやり取りだったんですけど、納車場合によっては2週間ですねみたいな返事が返ってきてですね、もうあの他のこうディーラー、他のメーカーはですね、もう軒並みもう4ヶ月なんて当たり前みたいな感じの返答だったのに、ミニだけ2週間っていうすごいびっくりする返事をあのもらっていて、でもまあディーラーの方が言うんだからそうなんだろうなと思いながら、試乗をしに行ったんです。そしたらですね、試乗はとてもあの乗りやすくて、すごく運転がしやすい、かつ、車によってはとても早く来るということで、ミニに決めたという経緯があります。ちなみに、その去年の9月の、下旬ぐらいだったんですけども、私が希望していた色と、あと希望していたモデルが、ちょうど来週、本国から船にその車が乗りますと。なのでだいたい1ヶ月弱ぐらいで、届くと思いますよということになってですね、それならばということで、契約をして、ミニを手に入れたという形になります。で、15年前はですね、ワーゲンのビートルという車に乗っていました。今って生産中止になっているんじゃないかなと思うんですけども、カブトムシみたいな形をした車ですね。15年前はその車を乗っていたんですけども、ちょっとビートルはですね、私に合わなかったんですよ。すごく、ちょうど今ビートルが通っていきましたけども、車幅感覚だったりとかがすごくつかみにくい車で、すごく乗りづらくて結構怖い思いとかもしていたんですね。で、そのビートルに乗る前はですね、仕事でハイエースに乗ってたりしてたんですよ。で、ハイエースって前もすごく見やすいし、車幅感覚もすごくつかみやすかったりするので、その、違いも大きくあったっていうところもあるかもしれないんですけども、ビートルがですね、ちょっと私には合わずで、なんか車の運転があんまり楽しくないってい こうイメージがもうすごくついてしまって、そこからずっと乗ってなかったんです。ちなみにビートルも1年半乗ったか乗ってないかぐらいで手放してしまったんですね。なので運転自体も約15年ぶりぐらいに今回運転をしているということになります。なのですごくこう運転に自信を失ってしまってたんですよ。それより前は逆に仕事でハイエース乗ってたので、多分どっちかといったら運転下手ではなかったと思うんですよ。うまかったかどうかって言われるとちょっとわかんないんですけど、下手ではなかったんじゃないかなと思います。その状態からビートルによってちょっと運転に自信がなくなってしまった。もう運転することが楽しくないっていう状況になってしまっていたんですけれども、今回、ミニを購入するにあたって、あともうとにかく久しぶりに、道路で運転をするということになったので、3日間ペーパードライバー講習を受けました。で、この講習がすごく私にとってはよくって、あと講師の先生もすごく面白い方で、いろいろ教えていただいたりとかして、運転多分
分大丈夫かなという自信が少し戻ってきたというところがあります。それに加えて、ミニがですね本当に運転がしやすい、前の感覚も車幅の感覚も比較的つかみやすいですし、とにかく本当にこうハンドルを回したらもうキュッ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 と同じようにもう車もこう動いてくれる、自分がこう操作をしているっていう感覚がすごく持てる車なんですね。なので運転が楽しいという感覚を初めて多分味わっているのかもしれないです。そのぐらいすごく運転が今楽しくって、結構運転してますね。普段は普通に平日5日間会社員として働いているので、なかなか平日はちょっと乗る機会は少ないんですけど、ただ土日は結構乗ってたりとか、あと車が来て3週間後にはですね東京から愛知まで長距離の、移動をしてみたりとか、それが全然苦にならない、全然大丈夫な状態で運転ができているというのも、このミニのこうキビキビしたこう動きだったりとか運転のしやすさが、それを叶えてくれているのかなというふうに思います。そしてですね、15年ぶりに、運転をする、15年ぶりに車を買ってたということで、驚いていることはですね、とにかく車が進化してるということですね。もういろんなことが自動、ライトが自動なんですよね。もう暗くなってくると勝手についてくれる、なんかそれはなんか法律でも今そういう決まりになっているんですかね。15年前なんてそんな機能なかったので、まずそれに驚きです。なので今自分で能動的にライトつけてって言われたら、あれどこでつけるんだっけってパッと出てこないぐらい、もうちょっと自動化にならされてしまっているというところがあります。あとワイパーも自動だったりしますね。オンに、ワイパーオンにしておけばもう雨の量に合わせてワイパーが動いてくれるとか、あとはとにかくその15年ぶりというところの特徴としてはバックモニターですね。バックモニターなんて昔ありませんでしたので、バックモニターすごいですね。最近やっとバックモニターを見るようになりましたね。購入したばっかりの時ってリターンに入れると、まあもちろん勝手にバックモニターがついてくれるんですけど、もうバックモニターを見る習慣がそもそもないので見てなかったりするんですけど、やっと最近バックモニターを見ながらこう車操作するみたいなことも感覚としてちょっと備わってきたみたいなところがあります。一回ついてしまうとちょっと離れられないですよとミニのディーラーの方に言われてたんですけど、それもなんか最近すごく分かるようになってきました。それから車の進化として、あと一番大きいのはですね、アクティブクルーズコントロールっていうやつですね。もうそんなの15年前はありませんでしたので、この機能は特にこの高速に乗った時、今はもうつけてると思いますけども、本当に便利ですね。すごいですね。もうアクセルを離してもその設定した、速度で走り続けてくれる。で、前の車が近づいてきたら勝手に、まあ、自動ブレーキのような形で、速度を落としてくれるっていう、本当にこう未来だなっていうふうにいつも思ってるんですけれども、前回、1年前にですね、東京から愛知県の長時間移動をした時はアクティブクルーズコントロール使わなかったんですよ。使わなかったというよりかはもう存在をちょっと忘れてて、使うタイミングがなかったというか使いこなせてなかったんですけど、最近このアクティブクルーズコントロールというものを思い出しまして、あ、そういえばなんか納車の時言ってたなと思って、YouTube でちょっと、調べて使い方を見て、高速に乗った時に使ってみたらすごー
のいいとなりまして、あれなんでこれ今まで私使ってなかったのと思うぐらいとっても便利な機能ですね。ただやっぱり車をこう自分で動かしてる、自分で操作してるみたいな感覚がすごく薄れちゃうので、逆に長時間の運転だとなんか運転に飽きちゃいそうかななんてちょっと今想像はしてます。ちょっと眠くなりがちになりませんか？なので私も要所要所でしか使ってはいないんですけれども、これはまあ慣れたら慣れたで本当にいいんですかね。なんか私はちょっと眠くなってしまいそうな不安があって、あんまり高速全区間使うみたいなことは今はやってないんですけど、ただでもこれを使うことでやっぱり疲れの軽減にはすごいなるんだろうなと思います。東京から軽井沢で、渋滞してなければ2時間から2時間半ぐらいで着くんですけれども、前はですねやっぱり、まあ、運転に慣れてなかったというところもあって、ちょこちょこ休憩を挟まないとちょっと自分でも危ないな不安だなっていうふうに思っていたんですが、このアクティブクルーズコントロールを使うことで休憩1回でもうビュンビュンと飛ばせてしまうんですよね。なのですごく東京軽井沢間が今までよりももっとこう近くなったなというふうな感覚があったりします。もちろん疲れに合わせて要所要所で休憩をしていくっていうのは重要ではあるんですけども、なんか必要以上に取る必要がなくなったなっていうところがあって、やっぱりすごいですね。本当に15年ぶりに車を買うともう浦島太郎状態ですね。本当にすごいなと思います。あとあれですね、アップルカープレイも便利ですね。このミニを買った時はまだアップルカープレイがミニに搭載されてなかったんですよ。で、3ヶ月後ぐらいですかね、そこでやっと順番が回ってきて、アップルカープレイがついたという感じでした。なので、購入からその3ヶ月後のアップルカープレイがつくまでの間はナビがなかったんですよ。もうアップルカープレイが来ることが分かってたので、もともとナビをつけないというふうにしていたので、それまでは3ヶ月間はiPhone で Google マップを表示させて、使ってました。なので右側ハンドルの前にこうダッシュボードの上にあるやつは、あれはiPhone を置いていた時の名残ですね。で今は全部パネルに表示がされたりとか、あと私のこの Apple CarPlay のタイプは有線ではなくって、Bluetooth で接続になります。逆に有線では接続できないタイプみたいで、大丈夫かなと思ったんですけど、今のところ約半年以上経ちましたけども、 Bluetooth が切れるみたいなことは一度もまだ起きてないですね。ただ私はソフトバンクなんですけど、先日 au の電波障害があったじゃないですか。その時はですね、ちょっと明日は我が身だなというふうに思いました。私ソフトバンクの電波に障害があったら、もしくはあと iPhone が壊れるみたいなことがあったら帰れなくなっちゃうなっていうふうに思ってまして、特に au のその電波障害を聞いてからはスマホ2台持ちをずっと検討はしてるんですけども、まだちょっと実行には移せてはいないんですが、この辺どうなんですかね。 Apple CarPlay だけでナビでお出かけされていらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、もうソフトバンクさん頑張ってくださいという気持ちで今は1台でやっております。ブルー
こんな感じでですね、ミニでいろんなところにお出かけを最近はしております。本当にミニで初めて運転が楽しいという感覚を味わっています。もっと早く買っていればよかったなというふうに思うくらい、今はとても楽しく運転をさせていただいてます。で、こういうですね、運転というかドライブの動画、車載動画っていうんですかね、こういう動画今 YouTube にもいっぱい上がってると思うんですけども、私も車を購入する前は結構その動画を見て、こう自分が運転している、ドライブをしているような感覚になって、すごく楽しませていただいていました。なので今度はですね、私がその皆さんに楽しんでいただける動画が提供できたらなというふうに思っております。この車載動画、意外にというか画角が難しいんですよね。特にミニはですね、こうフロントガラスが結構なんていうんですか、寝てる状態なんですよ。そうするとすごくこう窓からの風景が狭くなってしまうような見え方をする画角になりがちで、今回のこの高坂サービスエリアから東京までの帰り道のこの画角は比較的うまくいった方だと思います。場合によってはですね、なんでこんなことになっちゃったんだみたいな画角になることもあって、ちょっとまだこのあたり研究中ではあるんですけれども、画質もですね、なんかもうちょっと良くなったらいいなとか、今はこれ GoPro で撮ってるんですが、たまに GoPro さんこう熱暴走で知らない間に落ちてたりするんですよね。電源も SD カードもまだまだ余裕があったはずなのに、熱によって知らない間に落ちてたみたいなことも結構あったりするので、なんかこのあたりもう少しうまくいくようになったらいいな、他なんかどういう方法があるかなみたいなことを結構今は日々研究をしております。そんな音をおしゃべりしていたら、料金所に着いてしまいましたね。もう間もなく都内の方に入っていく形になると思います。ナビはですね、 Apple CarPlay で、私は Google マップを使っているんですが、Google マップさんすごく分かりやすくて私はとても好きなんですけれどもですね、たまにですね、言ってくれない時があるんですよ。これ、ここの道ですね、ここの右左の分岐をですね、言ってくれないんですよ。もうちょっと先かな、この練馬方面に私は行かなくてはいけなくって、これ右左左右分岐があるんですね。ここでこう右方向ですよというふうに言ってくれないんですね。なので左車線を走ってて、ここを右に行かなくてはいけないということを自分で分かってないと、左に行ってしまってすごい遠回りで帰るみたいなことが一回ありました。なんか なんでここは言ってくれないんだろうみたいなことが Google マップさんたまにあったりはするんですが、私は、Google マップが一番分かりやすくて、Google マップを使っています。特にですね、目的地に到着をした時に、目的地は右側ですとか、目的地は左側です、お疲れ様でした、ここですよっていうことを結構はっきり言ってくれるのが Google マップなんですね。他のナビはなんか目的地周辺ですみたいな感じで、なんかふわっとこう話されるんですよね。あれが私すごく苦手で、目的地に着いたのかどうかがなんかよくわからなくてぐるぐる迷ってしまうみたいなことが結構昔あったんですよ。今でもそうなんですけど、
なのでここですね、今右手の、練馬方面にこっちだよっていうことを分かってないと、左側はどこ行くんでしたっけね。ちょっとこう外回りして、遠回りした道になってしまうので、ここでちょっと Google マップさん、右手ですよって言っていただけるといいなというふうに思っています。ただ到着の時は本当に目的地は左側です、お疲れ様でしたってパキッと言ってくれるので、あ、ここなんだなっていうのがすごく分かりやすいのが Google マップかなと思います。他の地図業者さんっていうんですかね、それで目的地はここですっていう言い方をするところがないんじゃないかなと思います。もしあったら教えていただけると嬉しいんですが、他のマップを使わない理由は私それなんですよね。目的地はここですっていうのをはっきり言ってくれないっていうのが一番ネックで、 Google マップをずっと使い続けているという感じになっております。はい、高速を降りて、一般道に入ってきました。今日はここまでとさせていただきたいと思います。はい、ドライブにお付き合いいただきありがとうございました。